日本兵庫県神戸市中央区楠すの基町は、兵庫県神戸市中央区の町名の一つ、道区西端の大倉山と呼ばれている一帯である。住居表示実施地域であり、1から8丁目がある。郵便番号は650 00の0017。くすの基町の町並9位区北西端部に位置し、兵庫区と接する。国道428号を西の境都市、山手幹線の南北に広がる。 かつて、坂本村と呼ばれていた地域の一部と新田村の一部と、安養寺山からなる。大倉さんは、楠の木町7丁目に属する。町内には、神戸大学医学部附属病院、神戸大学楠の木のキャンパス、神戸市立、港小楠のき中学校、神戸文化ホール、神戸市立中央体育館、神戸市立中央図書館、大倉山公園があり、病院、 教育文化施設の集積する地域となっている。神戸駅、大倉山都市景観形成地域の大倉山ゾーンを形成する。東は北から順に中山で通、下山市通。南は東から順に北町京通、立花の通、多門通。西は南から順に兵庫西条、立花の通、荒田町。北は西から順に庫国下祇園町。 ババ町に接する。住宅地の地下は、2014年1月1日の工事地下によれば、くすの町1の10の10の地点で23万9千円、平方メートルとなっている。兵庫坂本村、新田村の一部から明治28年に成立、はじめ7丁目まで、昭和6年から港東区、昭和20年から幾田区、昭和55年から中央区へ所属。 町名の楠の木は、楠木正キ公に由来する。西節体館によれば、楠木正キの菩提寺、高岩はおじがあり、俗に楠木寺と称していたことによるとも、この時は、兵庫坂本村及び八部郡新田村、ありがとうございます。